おいっす、キロヘンです。今回は、ヒレンのスキルセット、コンボ徹底解説ってことでやっていきます。これからヒレンをメインでやる方、サブでやる方、必見ですので、ぜひ見てってください。それでは早速、行ってみよう。今回はこんな流れでやっていきます。まずは PVE のスキルセットから、ハドゥムを一応想定してるスキルセットとなっております。いろいろ試してみたところ、さっきのスキルセットに落ち着いたっていうような感じになってます。まあ、実際使ってみると、こんな感じで、めちゃんこ早い。やっぱ自分周囲の攻撃が結構多いっていうのと、攻撃速度が多いんで、割とスキルを入れてないとなくなっちゃうっていうね。それぐらい攻撃の回数が多いなっていう印象は受けてます。で、まあ、実際なんですけど、これですね。この残月舞っていうスキルを入れるか入れないかっていうことで考えていて、まあ、範囲増加とかがしたら、ちょっと良くなるのかなっていう感じなんですけど、これ自分中心の動きながらやるやつなんですけど、まあ、こんな長押ししてっていう感じじゃなくて、狩りだったらパパパってやってやる感じなんで、そんな隙もないんですけど、なんかちょっと引っかかってるんですよね。なんで、これを切るっていう選択肢も全然あんのかなっていう気はするんで、そこはちょっと狩り場によって調整することになったりとかするのかなって気がしてます。回復スキルに関しては攻撃力上がるものとなってますが、ワンパンで狩れる狩り場だったら、まあ入れる必要ないんで、まあそこは、狩り場との相談という感じでよろしくお願いします。続いて PVP のスキルセットがこちらとなります。闘技場でも使えるように、スーパーアーマーでないスキルが上の方に入っているっていうような感じになってます。闘技場行かないよ、もしくはスーパーアーマースキルは使わないよっていう方は、このノックバックのスキルが全くいらないので、抜いてもらって、まあ、こういうような形。まあ、一般的な形がこっちのになるのかなっていう気はします。っていうのも、まあ、前方ガードスキル持ってるんですよね。6秒に1回。6秒に1回っていうクールの短さを活かすのであれば、押しやすい位置に入れておくっていうのがいいと思いますので、まあ、上側に入れておくと。で、あとは、逃げたい時は、スキルセット変えてもらって、下側のこの、なんて言うんでしょうね。武法を使って逃げてもらうっていうような感じ。まあ、このスキルとこのスキル、どっちを上に入れるっていう話だったんですけど、まあ、これも好みかなと。例えばなんかその拠点戦とか、入り組んだところで戦いが多いって人にとっては、前方ガードっていうのはね、あんまり使わないものになってくると思いますので、まあ、こっちを入れてもいいですし、まあ、上に入れる位置、配置っていうのは自由に変えてみてください。一般フィールドはこっち、闘技場やる方はこっちっていう方で慣れていいと思います。次はコンボ解説していきます。で、ヒレンのコンボって、まあまあめんどくさいところがあるんですけども、まあそのめんどくささを省いたバージョンと、省かなかった時のバージョンってことでやりたいと思います。まず省いた時のバージョン。まあ通常時のバージョンっていう一般の人が使うような、一般フィールドで使うような感じっていうことで、赤いスキル。このスキルと、これは足を止めてから、近づくっていうようなスキルで、これは、青いスキルは近づいてから、バックステップ、バックするって好きなんですけど、この、通常だと後ろに下がってしまうんですけど、筋力をすることによって、前に、飛ぶことができるんですね。だからこれ前に使うっていう癖付けをしてください。もうとにかくこれ使ってるときは前。前に使って損することないんで、基本的に。で、前に使ってください。で、この赤いスキルと青いスキル、どっちで攻めるっていう話なんですけど、まあ、どっちもコンボに組み込むことはできるんですけど、まあ、実用性とか、まあ、そういろんなシチュエーションのことを考えたら、とりあえず覚えとけばいいっていうのは青い方。青を使うだけの方のコンボです。例えば、黒い太陽とか拠点戦とかで敵を見つけましたってなった時に、赤いスキルだと足を止めてしまうんで、足を止めた時に敵捕まえられなかったら、そこでまた距離を離されてしまう。ということなので、青を使います。ということで、青いやつを使った時のコンボをしてみると、こう。この、青いやつは、最後まで使うと、まあ、一応ダメージは出るんですけど、まあ、こっち2回使った方がダメージ出ちゃうんで、結局。で、闘技場等で最大ダメージのコンボをしたいっていう場合であれば、ノックバックスキルを今のに入れちゃえば OK ですと。で、そうした場合は、まず使いますで、ノックバックスキル7割ぐらい押して、で、これで1回押してからの、こう。っていう感じですね。そう。ちょっとね、意識することが多いですよね。このスキルを1回だけとか、
てかって意識するとめんどくせえなって思った人は、ぶっちゃけもうこれでもいいですと。点灯させたら、これ点灯させたら、こう打ってこうでもいいですと。これで終わらちゃってもいいですっていうことです。それじゃあ最後、闘技場行ってみましょうか。まあ、秘伝の闘技場、そんなに強くはないです。強いキャラクターではないんですけども、結構楽しいんですよね。そう。操作が難しいから楽しいっていうところの、あれがあるので、ちょっと見せれればいいなと思ってます。始まりやした、アークメイジ。ってことで、クエイクバースト避けたいな、まず。クエイクバーストを避けるために、来た。ノックバック入って、はい。これね、ちょっとね、難しいんですよね。これ結構気にしながら戦ってるときに、気にしながら戦ってるときに最大ダメージのコンボとかやるのが難しいんで、マジで難しい、このキャラ。危ね。ノックバックのコンボギリギリ入りましたね。いでー、いでー難しいな、このキャラ。マジで。相当、相当なんか秘伝の連動が高くないと、このキャラクターは、闘技場、扱えないっすよね。ということで、いかがでしたでしょうか？まあ、秘伝ね。頑張ろうとしたら結構難しいキャラクターなんですけども、慣れてない今使ってるからこそ難しいみたいなとこあると思うんで、まあ、ひたすら練習っすよね。練習すればまあ、そんな操作に難しいとかってならないと思うんで、慣れてない今頑張って、もしくは操作を簡易的にしちゃって、秘伝楽しんじゃいましょう。それでは終わります。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。毎日夜9時から12時、YouTube ライブの方で配信しておりますので、遊びに来てください。配信の方では質問受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして月曜日はお休みをいただいております。メンテナンス日と被った場合は火曜日が休みとなりますのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。